電気火災防止お願いいたします。街頭活動ではチラシとうちわを配って電気製品による火災の防止を呼びかけました。新潟市内で8月に起きた電気火災は過去5年間で20件、1年の中で8月の発生が最も多くなっています。夏場は電気製品の使用が増えるためとみられます。また湿度が高くなるとコンセント周辺のホコリが水分を吸ってショートの原因になることもあります。コンセントのホコリを取るとか、あとタコ足配線をしないということで、電気を正しく使っていただくということで、お願いしております。今月は電気使用安全月間で、東北電気保安協会は引き続き啓発活動に取り組みます。